クリスタルイズム、デリシャスなラジオクリスタル。ここから始まる素敵情報配信どころ、大人たちの本気が満載のハートフルなバラエティ番組です。クリスタル2024年のキーワードは思い合う。女子舞台は手を変え品を変えて皆様のサポートに走り回っております。そんなてんてこまいぶりもぜひお楽しみください。本日はしとしととね、雨が降っておりますね。だけどムシムシしてね、10月だというのにノースリープね。横はまずいからね、正面だけ息吸って止めてみたいなね、そんな人生が待ってるのよみんなそこを通らないわけにはいかないのね。はい、今日は女子ばっか、一人男性いるか、ほぼ女子でね、しっとりと、あ、違う後半は男子たちがいるね。ではでは、降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。はい、おはようございます。コンシェルジュさんのコーナーです。おはようございます。筋肉の専門家、肉体改造研究所パーソナルトレーナーの武田大輔です。よろしくお願いいたします。おはようございます。なんか今日は雨で、はい、ね、まあ、気温も涼しく、そうですね、筋肉も潤う、筋肉も潤う、はい、気候になってますね、はい、ちょっと10月に入ってもなんか暑かったり寒かったりとね、はい、あの寒暖差がありますから、すごいですよね、この暑さがすごいですよ ね、10月なのにこんな暑いのかっていうね、うん、はい、本当にびっくりしてます。まだ10月のもう後半に差し掛かろうとしてますけど、昼間は一度も上着を着ていません、私は。あ、でもいや本当にそうですよね、半袖でいいですよね、はいはいはい、そう思います。短パンでもいいんじゃないかっていうぐらいの感じですよね。本当にね、いつになったら涼しく、急に寒くなったりすると、ね、突然寒くなったりするとまた体調崩しますからね。そうなんです。皆さんこう気温の急変に気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、今日もあの皆様のですね、筋肉作りに役立つ情報を、はい、私が昨年出版いたしました、あ、筋トレの効果を上げたい人が知っておきたい、筋肥大のための筋トレと栄養の基本の中から一つお届けできればと思います。はい、お願いします。今日のテーマはですね、筋トレの休息日の目安はどれぐらいがいいのかと。ほうほう、まあ、はい、筋トレをしました、はい、次の筋トレまでどれぐらい休めばいいかっていうところですね。休んでいいんですね、逆に。休んだ方がいいですね、これは。そうなんですか。そうなんですよ、定着させるみたいな感じですか。そう、あの筋トレをすると筋肉にこう傷がついた状態になりますんで、でそのついた傷にですね、まあ、タンパク質みたいな栄養をとって、はい、良質な睡眠をとって休養をとってですね、はい、休めることによって、回復する、修復で、その修復、はい、回復した時が、あの傷がつく前よりもちょっと筋肉が大きくなっている。なるほど。これを繰り返すことによって筋肉が大きくなるというメカニズムがありますので、はいはい、まあ、休息は非常に重要です。はい、じゃあどのぐらい休んだらいいのかっていうところなんですけども、うんうん、ジコさんどう思いますか。うん、1日、まあまあまあ、あの部位によって1日ぐらいでもいいかもしれませんね。あ、そうなん、部位によって違うんですね。部位によってやっぱり変わってきます。はい、はい、でそれは休息が足りなかったりですね、はい、まあ、トレーニングも筋トレの効果が出て体力筋力がつくごとにやっぱり負荷も上げなきゃいけない、うんうん、その上げるペースを誤って上げすぎちゃったり、はい、あとは頑張りすぎて休みが少なかったりするとオーバートレーニングっていう状況に、まあ、なることがあります。あ、はいはいはい、まあ、これオーバートレーニングになってしまうとですね、全身の疲労を引き起こしてしまって、うん、筋肉の成長が停滞、はい、またはせっかく筋トレしているのに筋力が弱まる、う、まあ、こういったあの悲しいことが起きてしまいます、はい、逆効果ってことですね。逆効果になる可能性があるんですよね、はい、でどうやったらそういったことを防いで適度な頻度にできるか、うんうん、やっぱりあの休憩が長すぎても今度はトレーニング効果が出なくなっちゃうんですね。そうですよね、なんか交代するって言いますよね、そういうの。そうですね、はい、まあ、あの月に1回とか2週間に1回筋トレしてもあんまり効果出ないと、うんうんうん、毎日やりすぎるとオーバーワークになってしまうかもしれない、はい、じゃあどのぐらいがいいのかというとですね、うん、これはもう一般的な目安としては48時間ぐらい継続するといいと、まあ、2日ぐらいお休みしていい。そうですね、お休み、同じ部位であればお休みしたらいいんじゃないかという感じですね、はいはい、もちろんあの足の筋肉みたいな大きな筋肉は、うん、まあ、高い負荷もかけられますから、うん、それだけに、こう回復に時間がかかったりします。あ、そうなんですね。もうバーベルを稼いでスクワットをしっかり追い込んでいくとですね、うん、まあ、下手したら1週間近く筋肉痛が長引いたりとかね、そういう場合も、そんな普段から筋肉作りしてる方も、まあ、筋トレ普段からやってる人はなかなかそんなには来なくなりますけど、うんうん、ですからそういった場合はですね、まあ、長めに休むんですけど、はい、まあ、腹筋なんかだとね、しょっちゅうやってる人なんかだと、まあ、1日ぐらいあれば十分に回復したりとか、うん、あ、なるほ
ど、はい、あります。その回復もその人によって違うってことですね。全て違います。人によっても違いますし、部位によっても違いますし、うん、その時の睡眠や栄養の状況によっても変わってきますんで。確かにそうですね。まあそういったものをまあ平均してまあ目安でいくとまあ2日くらい休めばいいんじゃないかと、うんうんうん、はい、なので同じ部位をトレーニングする場合はですね、例えばスクワット月曜日やりました、はい、じゃあ火水休んで、まあ、水曜か木曜かそのぐらいまたやるかなとね、はい、まあそんな感じで、こう休息日を取っていただくといいんじゃないかと、はい、あ、なんか気が楽になりますね。それ聞くとそうですね、はい、毎日やらなきゃとか思っちゃうと大変ですもんね、まあ、そうですね。でまあバリバリやってる人ですね、毎日やってる人もいますけども、うん、そういう人は部位を大体変えますね。あ、そういうことなんですね。月曜日は足やりましょう、はい、で火曜日は胸やりましょう、はい、で水曜日は背中やりましょう、うん、で、まあ、また木曜日に足だったら、まあ、大体休息が取れてると、はい、なるほど。あ、そういうローテーションを組めばいいんですね。 V ごとに変えていけば、はい、まあ、毎日やってもこの同じ V の疲労の影響を少なくできる、はい、なるほど。あ、はい、そういうことなんですね。まあ、そのような形でですね、うんうん、こうあまり疲労がためすぎないようにこう工夫してですね、はい、うまく休息も取りながら、うん、やっていただけると無理なくですね、効率的に筋トレーニング効果が出るんじゃないかなと。あ、なんかすごくやりやすいような気がしました、はい、まあ、そんな感じでやっていただけたらと思います、はい。まあ、こんな感じでですね、トレーニングどうやってやったらいいんだろう、まあ、イクサさんのやり方だけじゃなくて、はい、そのこう方法とかですね、はい、理論を学びたいなという方はですね、今でも全国書店アマゾンで売ってますので、ぜひこちらの筋肥大のための筋トレと栄養の基本で緑色の本、はい、こちらを手に取ってね、お読みいただければと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。クリエイターズハートバトンリレー、このコーナーはクリエイターさん、作家さんへのバトンです。創作活動のご紹介と作品のお披露目をしていただきます。本日はですね、前回のクリエイター片桐恵子さんからのご紹介でガラス作家米山かな子さんにいらしていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、なんか喋り始めた途端に緊張が伝わってくるんですけどそうですドキドキしてます、ね、先ほどからそうおっしゃってましたけど、私前室でお話を伺って作品見させていただいて、もうワクワクドキドキいっぱいです。ね、ガラス作家ということなんですけど、はい、先ほどお話を伺ってたらメイン の技法っていうのがガラスフュージング、はい、あんまりなんか聞き慣れない技法なんですけども、はい、どんな作品とか、板ガラスと板ガラスをカットして、うん、それを合わせて電気炉に入れて焼成、うん、焼く技法だなんですけど、なんかどういうイメージあります？ガラスの作品って。ガラスはなんかこう厚くして、うん、なんか炉で焼くみたいな。私もなんかね、よく観光地に行ってふーって吹いて丸くでぐるぐるってやるのイメージだけど、それほど大ごとじゃなくてできるんですね。それはやはり施設があったり、うん、安全面を考えたりいろいろしないといけないんですけど、うん、私のしてるガラスは基本もう本当にリビングでも、うん、キッチンの片隅でも電気炉一つあればできます。そうで、先ほどねお聞きしたんだけど、もうね作りたいものが作れるんですって。あ、いろんなデザインで、うん、だから自分でイラストを起こして好きなものを作れるっていうことで、もう見ただけで見たことないって感じでしょ。そうですね、さっきもね、すごく繊細みんなでわーって言って見てる方に見えるかな、ね、こういうちっちゃいから見えないかな。この色ガラス、色が綺麗じゃないですか、赤とか緑とか、はい、その色のものを組み合わせて置いていく感じなんですか？あ、板ガラスの場合はそうです。ただ私のしてるのは板ではなくて粉ガラスを使ってますから、うん、そのカットするっていう作業がちょっと違ってきます。あ、粉だから本当に細かい描写ができるんですね。あ、そうです、そうです、できます。板ガラスと粉ガラスを組み合わせて作る技法。組み合わせて、こういったのはそうです。うーん、見えるかな、この辺だと大きいんでもしかしたら見えるかもしれないです。そう、私一瞬見た時、初め尻尾焼きと似てますねって話をしたんですけど、す、はい、裏を見てもらうと違うって先ほどおっしゃってましたよね。尻尾は結局金属の板を使って作るので、うん、これは全部ガラスなので
ちょっと違います。素材が一緒だと扱いがしやすいんですか？ね、尻尾の釉薬の方が粒子が細かいので、うん、もう少しあの綺麗な表現はできるかと思います。そうなんですね。なんかワクワクですよね、これ ね、 もうね。粉ガラスっていうのは、うん、その粉でなってるものがあるんですか？それとも、はい、メーカーから出てます。で、粒子の大きさがそれぞれ違ったものが出てるので、うん、それ使用目的によって使い分けます。じゃ あれですね、絵を描くの絵の具と同じような感覚で着る、はい、ということですね。すごい可愛らしい作品がいっぱいなんですけど、もともとイラストとかを描かれてたりするんですか？いえいえ、もう何もないです。さっきね、前室でお話ししてて、はい、私たちワンちゃん推しじゃないですか、はいはいはい、ワンちゃん飼われてて、あ、もう30年40年前からワンちゃんにお洋服着せてたっていう話聞いて、そうなんですね。もうなんかやりたいことをやりながら作家をなさってるってお話をされてたので、なんかその延長線でなんかワクワクが詰まった作品ができるのかなって。結局好きなことをしてるので、うん、多分こうなるんだと思います、うんね、なんかそういうのが分かりますよね。そうですね、もう作品がすごくこうもう穏やかさ優しさみたいな感じがすごくもう見て分かるって、もう本当に素敵だなと思いました。ただ私の知ってることはどなたでもできることなので、うん、特別なことではないんです。いや、誰でもできることこそね、作家さんの個性が出てそこに人がついてくるんだと私は思うんですけど。そうですか、うん、今活動としては作品を作って販売するのとかお教室とかどういう活動がメインでやってらっしゃいますか？最近は、販売は年とともにやっぱり疲れることがあるので、うん、自宅工房っていうかそういったところで教えてることが多いです。もしこれ作れます？私とか初心者が行ってはい、できます、はい、じゃあ一回行ってお試しでレッスンやりたいんですって練習連絡したらこの辺のモードは作れますよってご案内していただける感じなんですか？もうこういったどんな分野もそうだと思うんですけど、うん、もう一番最初からパッとこう上手に作られる方と、あ、ちょっとっていう方いろいろいらっしゃるのが正直な感じ。でも私です。その粉の性質、うんうん、それを覚えていただければどなたでも、うん、自分の作りたい、うん、だからこういったのでも茎型で作るんです、うん、あ、型を、はい、ですから色をのせるだけなるので。そうですよね、なんかこう想像力が溢れてる人は好きにどうぞって言われてもできるけど、意外とこれから選んでくださいとかここを基準にしてくださいっていうのがないとね、やりづらいっていうか、なかなかハードルが上がっちゃうんで、こうなんていうのかしら、固まるっていうかこれ私は特に何を作ってくださいっていうこうあれがないので、うん、ご自分の好きなものでっていう風にしてこう投げてしまうとまるでできない、うん、かります。頭の中では考えてても、うんうんうん、どう手を動かしたらいいかわからない、うん、そういう方がいらっしゃいます、うん、なんかある作品を見ていいなと思っても実際自分が解放されちゃうとどこから作っていいんだろうって思いますよね。そうですね、その辺もなんかご相談してできるのかしら。はい、手作りのものってやはりオリジナルが大事なので、うん、そのオリジナルをやっぱり作ってほしいんですよね、私としては。嬉、うん、しい、オリジナルがね、だって作りたいんだもん、手作りだからそうですよね、うん、で、うん、たとえ下手でも自分だけのものっていうのが作れたら嬉しいと思うので、うん、ぜひそういうのを作ってほしいと思います、うん、そしたらこの米山さんの、ガラス工房とか、作品とか拝見するには何を見たらいいですか？インスタグラムもありますし、はい、お教室を知ってる時にちょっと訪ねてこられてもいいし、それはもうインスタグラムは
検索すると出てくる感じですか。グラスシナモンアップルで出てくるはずです。グラスシナモンアップル、はい、はい、じゃあそちらで検索していただいて作品とかも見れるし、お教室の感じも分かるってことですね、はい、そうですね。でもあの普段なかなか作品ばかりじゃなく、普段のこうブツッとしたこうあれも書いたりもでも初めてお教室に通うにはね、先生こんな感じっていうのをまず知りたいですね。そうですね、うん、とりあえずあの素敵なインスタグラムで私も拝見して、ワンちゃんも、はい、あの載っててすごく素敵なインスタグラムでしたので、ぜひ ありがとうございます、はい、見ていただきたい。先ほどこあ見せていただくというかお教室のご案内もねちょっと見せていただいたら、明るくてとても過ごしやすそうな空間なんです。ほら、これはアトリエですか。あ、マンションの一部屋ですね。素敵ですね、すごく。いやいや、うん、ぜひ ね午後のひとときレッスンできますので ね、 そうですね、ご連絡していただいて言ってた後ろから、すごく素敵な、うん、なんかもうやっぱり日々の癒しとかにもね、ぜひ皆さんに通っていただきたいですよね。こういう意外と物を作るのって考える作業だけれども、ストレス発散にもなるし癒しにもなりますよ ね、 そうですね。特にこういう色が綺麗なものってやっぱりほっとしますよね。ガラスはあの基本はやはりあの綺麗な色が多いので、うん、そういったのが好きな人には楽しめると思います、うん、なんか私かガラス工芸ってその吹くやつとか、あとトンボ玉とかもバーナー使うでしょ、うん、で怖いなと思ってたんだけど、お話聞いたら作る段階では熱いものとか火とかは全然関係ないっていうから、すごく安心で入りやすいガラス細工ですよね。そうです、小さいお子さんはやはりあのガラスなので、口入れちゃう、ね、そうです、うん、そこら辺はちょっと怖いので、うん、あれですけども、うん、ご年配の方まであの年齢関係なく楽しんでいただけます、うん、今度みんなで行きましょう。はい、ぜひ作ってみたいです。ガラスのものってあの、うん、やったことがないんですけれども、私でもできますかね。なんかワンちゃんのね、あの、はい、チャームとか作ると可愛いかもしれない、ね、ブローチとかも愛犬のやつとかも作りたい、ね、私最初あのガラス作家としてこう活動っていうか動き出したのは、うん、犬のものっていうかペンダントだとかそういったのを作るのが最初だった。そうなんですね、まさにやってみたいですぜひよろしくお願いします。反対にあのコーギーのあのこうペットショップさんに扱っていただいてたので、うん、そのあれとご縁がなくなったらいきなりパタッとなりましたから。でもそしたら好きに作れるってことは、はい、まさにうちの子で作れるってことですね。そうですそうです。そうですよね、すごく素敵ですよね。ちょっと今もうすごいキラキラ目がそういうご注文とかもあってあのなんかキャバリアの子が多くで、あのお尻のところがハート模様だった。確かに可愛い、うん、それで作ってくださいとかっていうご注文とかいただいたことがあります。じゃあ楽しみ、まあ、楽しみね、これからね、はい、私たちも行きたいと思いますけど、はい、さてあっという間なんですけれども、次 の、 あのハートバトン渡す方ご紹介いただけますでしょうか。あ、はい、あの服飾作家というかデザイナーさんですね、うん、あのこまりさんっておっしゃいます、はい。で私よりも年代も若くなるので、うん、はい、若い感覚をいろいろお話してくださると思います。わかりました、楽しみにしております。ありがとうございます、はい、本日はガラス作家の米山佳代子さんに、かな子さんすいません、米山かな子さんにいらしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガジェガジェストリート、ですね、今週のガジェガジェストリートはあの横でねライブ配信やってる人を見ながらちょっと始めてみようと思います。ですね、あの9月に、防災週間っていうのがあったと思うんですね。8月30日から9月5日までの1週間が防災週間だったんですが、その時にはね多分皆さん、あ、じゃあ防災の気持ちを引き締めてなんか準備しようかなとかいろいろ考えられると思うんですが、この夏の暑さとともにね、喉元すぎれば暑さ忘れるじゃないですが、防災のこともね少しあのこう頭の中から外れてきた頃じゃないかなと思いまして、ちょっとねおさらいしようかなと思います。
防災グッズね確認したらそれでいいかなって思って、まあ、普段の生活に戻っちゃうんですが、やはりね地震が多い日本、最近なんかあんまり地震のこの揺れって感じてないんですが、そういう時こそねまた次に備えたいと思いますので、ちょっとその地震の話少しちょっとしたいと思います。一番ですね、近い将来発生するって言われている大規模地震、大規模地震、それにはですね南海トラフ地震と日本海溝、対馬海溝周辺海溝型地震、それから首都直下型地震で中部圏近畿圏直下地震って一応4種類大きいのがあるんですけど、それをですね地図上でこう並べてみると日本列島をこう沿うような形でちゃんと並んでるんですね。だからどこが来ても全部揺れるみたいな感じで、実は本当に怖いことなんですよね。で今後ね30年以内に発生する確率が 70% って言われてるのが首都直下地震。30年っていうとまあね、そう子供が30歳40歳ね、まあいなくなっちゃうっていう人言ってる人もいますけど、それもちょっとよくね300年ぐらい生きてる人なんでね30年後いると思いますけど、はい。でそんな感じでとにかく備えあれば憂いなしということで、今日ね私が提案するのはガジガジストリートなのでガジェットね、ですね、そんな災害の予想される昨今の防災グッズ、何を準備すべきかっていうのをガジェット面から見ていこうと思います。でまずね当然ながら水とか食料とかお薬、いつも飲んでるお薬とかね、あとメガネ、コンタクトレンズ、マスク、手袋って、まあ、生活でねもうどうしても必要なものっていうのは必ずあると思うんですが、それ以外に意外とって思っちゃうのがモバイルバッテリー、どうですかね、スマートフォンってやっぱりライトになったりとか、寒い時期だったらその防寒グッズの電源になったりとかね、そういうことに充電ができるようなその、フルに活動させたいということでモバイルバッテリーで充電させていくっていうのが必要だと思うんですね。なので災害時とにかくスマートフォンにバッテリーがあれば情報を受け取るっていうこともできますし、逆にバッテリー切れちゃうと情報すら入ってこなくなっちゃいますよね。でその防寒グッズにも充電ができたりっていうことなので、そのモバイルバッテリーのなるべく容量の大きいものをね準備してたらいいかなって思うんですね。それもちゃんと充電しとかないといざという時使えませんので、そこはぜひお願いしたいと思います。はい、手を挙げている方がいらっしゃいますので、はいどうぞ。はい、お日様で充電するやつ買いました。あ、えらい、ソーラー発電のやつですね。はい、それもそれもぜひ置いといていただいて、まあ、お日様が出ない時期もありますので、備えあれば憂いなしでね、いろいろと揃えていただくといいかと思います。でですね、そのスマートフォンのバッテリーっていうのも実はいろんな種類があって、モバイルバッテリーのパワーをね見直していただくっていうのも必要かなと思うんです。MAH、 女性ってなんかこういうアルファベットの単位とかよく分かんない人が多いですよね。でだからそれちょっとねおさらいしてほしいんですが、 MAH っていう単位を分解しますと、実は A がアンペア、電流を流す単位なんですね。で M はミリ、ミリアンペアなので1000分の1の単位で、アワー、 H がアワーで時間の、その1時間に何ミリアンペアを流すことができるバッテリーかっていう、そういうことになるんですね。って言ってもね、眉間にしわ寄りますよね。でですねモバイルバッテリーのその製品の本体に絶対それ書いてあるので、まあ、数字が大きいほどが方がいいんですが、500ミリアンペアとか、あと1万とか2万とかいろいろあります。でアンペア数が多いほどやっぱり高くなりますし、今日給電することもたくさんできるんですが、その分値段も高くなり、あと充電しておくのにも時間がかかるっていうことになるので、その辺もねこう考慮しながら使っていただけるといいかなと思うんですね。でモバイルバッテリーって基本的には0から100で使うとやっぱり劣化するのが早いんですよ。
あの携帯の、ね、バッテリーなんかもそういうふうに言われてますけど 10% から 90% ぐらいの間で使うっていうことを意識してもらった方がその電池がね長持ちしますっていうことなんですね。 できれば、まあ長期間使用しないときには 100% で放置するのではなくって 60% から 80% ぐらいを保つようにして長期保存していただくといいかなと思います。で古くなってね充電が十分にできなくなったりとかやっぱりもう壊れちゃったっていうものは今度は捨てなきゃいけないじゃないですか。その時にもちゃんと家電量販店とかで回収とかリサイクルしてもらったりとかあと自治体のねルールに従ってそういうものをちゃんと捨ててそのまま放置しないでもう一度使えるようにしていっていただけたらいいかなって思います。でですね、次に必要不可欠とされるのがお水なんですね。でそのお水の話はちょっと曲を1曲挟んでまた、はい、その次にお話ししようと思います。では曲お願いします。ございます。そしてですね次に、必要不可欠なのがやはり水ですよね。水がないとやっぱり人間生きていけないので飲料水それから生活用水ね、その辺を確保するのが必須になってくると思うんですがまずはですねウォータータンク灯油とか買う時のでっかいポリタンクありますよね。あれのもっとなんか柔らかい版みたいなのが水用で売ってるんですね。でそれをいくつか置いといて生活用水としてね貯めておくと例えば本当にこう水道がちょっと遮断されちゃったりとかっていう時にも使いやすくなるのでそれはちょっと取っといた方がいいかなっていうことがちょっと自分でもありましてね最近ねそういうことをひしひしと感じましたのでそれをやってみようと思っています。それとですねペットボトル水っていうのを確保するっていうのは当たり前なんですが携帯用の浄水器とか簡易ウォーターサーバースタンドっていうのがあるともう一つ安心感が上がると思うんですね。携帯用の浄水器ってポット型になっていてフィルターがついていて割としっかりもう浄水してくれるやつとかあるのでそういうものもちょっと置いとくと水が飲み水が足りないっていう時に簡易的にできたりしますよね。あとそのウォーターサーバーっていうのが意外とやっぱり水なんで重いし大きく溜めておきたいじゃないですか。そのためにスタンドがあるとちゃんとこう逆さになって水が出しやすいっていうのがあるのでその使い勝手も考えていただけるといいかなって思いますね。で日本ではね水道って開くともう当たり前に水が出ている状況じゃないですか。でしかもそのまま飲める、まあ、浄水する方ももちろんいらっしゃいますけどそのまま飲めるような水が出ている状況で災害時にねいつも使っている水が使えないっていうそのなんか非常事態にやっぱり対応する力っていうのをちゃんとねこう持っておきたいなって思いますね。でちょっと手洗うとかジャブジャブ顔を洗うとかこんなことがね普通にできなくなるっていうことがもう身近に出てくるのでその水を使う時の生活がね少し楽になることも知ってこんな準備をしていただきたいなと思いました。まあ、災害に遭わないことを願いつつね会えてしまったらやはりどう対処していくかそれが大切かなと思います。今回は比較的街の中での防災グッズについて考えてみました。ガジェガジェストリートまた来月お会いしましょう。どうする？コーナー名。コーナー名？はい。TikTok ライブ。じゃあ大丈夫。TikTok ライブコーナー。合ってないじゃん。TikTok ライトコーナー。私ライトがついちゃうのよ。TikTok ライトじゃないですね。TikTok ライブやるぞ。また合ってないし。合って。こんにちは。あ、こんにちは。ね。今何をしようかとしてるかっていうと、うんうん、これがやりたかったのよ私は。何が今やってること配信しながらラジオをやる。そう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 、せっかく生放送ラジオをやってるから、うん、そこにライブも一緒にやりたかったわけ、うん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 、でこう先月から TikTok で活躍してる人たちが来てくれるようになって、うん、ラジオでそういう私たちもその準備してページもできたし、うん、見てくれる人も少し増えたじゃない、うんうんうん、でまさしくこれレオくんも山慶くんもやってくれたじゃない、
はい、ライブをしながらラジオそのままっていうの、はい、であれがやりたかったわけ、はい、でもこうやるとこれでももう難しいですよね、このコメントをやっぱりこう拾って、あ、だから一人はガナはここを見て、もう私はコメントをこんにちは友蔵さんこんにちは私はラジオの方をやるから、そうですよ ね、 ね、でなんか私が必要な時は呼んでくれれば、そうですね、あ、うん、ハートミーありがとうございます、ハートミー、なるほど、ハートミー、あのこの間、この間せっかくハートミー覚えて山形行く時にね、わらわら、そうハートミーがないんだなと思って見てたら、はい、だいぶ最後の方になってね、そう、アメちゃんありがとうコメント、これ喋らないとラジオ的にはダメなんだよ、そうですよ ね、 ね、山形さんだから YouTube だったっていう話ですよね、そうなのよ、なんですよ、ね、びっくり、まあ、本当にびっくりしちゃってハートミーないなーって、値段がなんかいっぱい返ってくるなと思ったらねでも最近あの TikTok でもちょっとあの配信してくださってます、あ、本当、はい、はい、なのですごい、はい、すごい、これいいよね、 あれがハートミー、そうです、そうです、これありがとうございます、ちょっと見るとカボチャみたいでしょ、 ね、 ね、うん、ハロウィンです、王様みたい、はい、いいな、カナのとこに乗せたことはカナにいいねってつけたってこと、あ、違いますよ、それは選べない多分あのこうもっとこう顔出してたら多分出て、うん、あ、そうなの、はい、本当、ね、ちょっと外れてるんですよ、ね、ちょっとあの PA の人と ラジオやってんだぞっていうのをちょっとやっとかないとね、なるほどね、こんなことができるのよね、まあだいたい15年前にラジオやった時も、うん、ラジオだから服装とか関係ないって、うん、あの思ってみんなやってたけど、うん、私が始めた時でも、ハートミーありがとうございます、ガーゼさんありがとうございます、見損ねてしまった、ね、で15年前の時もカメラが何台もあって、うん、でもみんな意識、やってる人も意識してないからカメラを見てないのね、うんうんうん、だからみんな鼻かんでたりなんかごそごそやってるわけよ、で私はテレビとかメディアの出る側にいたから、うん、それがすごく気になって、もっと意識してやればいいのにって思って、いいねもありがとうございます、で誰にも頼まれてないけど衣装を毎回違うものを着て、うん、なんか自分も楽しかったし、ラジオ見てねって、うん、衣装毎回変えるから見てねっていうのでやってたのね、で今やもうみんな女子舞台もおしゃれになってね、いろいろいろんな形でみんないろんなタイプを着てくるから、うん、誰かには合ってるからいいなと思ってね、え、これがやりたかったのよ、これラジオ局でもやったら面白いよね先駆け許可を得ましたこれはね絶対面白いと思う、あの両方のなんかいいとこが、うん、あのきっと見つかると思うし、うんうんうん、ただ本当かな言うみたいにラジオのために喋りながらここも見ながらここに対応するっていうのは無理よね、ね、すごい難しいですね、うん、確かに、これあの声は TikTok 見てる方はちゃんと聞こえてるんですかね、あ、ちっちゃい、聞こえてる、聞こえてますか、ちっちゃいですかね、でもちっちゃいってもし言われても困るよね、はい、でマイクがね、聞こえてるよ、聞こえてるんだ、聞こえてます、ありがとうございます、あ、じゃあこれでいいのかな、いけんだ、はいはい、ちょうど良き、ちょうどいいんだ、ちょうどいいです、ありがとうございます、ね、ここで山家さんだとうわーっていうしねレオくんだとどっか行っちゃうしね戻っておいでっていうね次のあのまたあのちょっとですね、うん、レオさんから、うん、あの次のゲストさんのあのちょっと紹介があったので、あら、ちょっとまた後から、言っちゃうの、いや、うん、ちょっと後からまたお知らせ、はい、ちょっと言っちゃうよね、言っちゃう、言っちゃう、ペロ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 って言っちゃうよね、そうですね、でももう言っていいのかな、言って、あのちょっと昨日あのライブ配信をその方がされていて、うん、ちょっとペロンとあのおっしゃってたので、ね、あ、本当ペロンってプロデューサーまだ知らないけど、そうですよね、ちょっと後ほどまたちょっと改めて、はい、告知させていただきます、じゃあ後でそれ知った時 あのライブちょっと流そうか、そうです ね、 ね、はい、またレストランでこそっとね、はい、よろしくお願いします、私たちは何もしてませんよって顔してね、つまみ出されるまではやるぞってね、うん、あ、そうか、ちょうどいいんだ、よかったです、これでいいなら良かったです ね、 うん、すごいでしょ、エフェクトってすごいでしょ、すごくなんか綺麗になってするでしょこれ嬉しいよね、本当助かります、ね、よくほら鏡をさ上にすると10年前、下から撮ると10年後っていうじゃない、なんかついてる、なんかいた
そエフェクトかけたら20年前な感じしない？まあしますね。ね、これなんかすごく幸せなんだけど、こんなんだったらいいな。ほら、純子の好きなやつ。あ、そうそうそう。これでもできる？いや、できないですね、私と。難しいですよね。こうなっちゃう、横に。ね、横に体も揺れるんですよ。うん、ね。でもこれあの結構映像メインで撮ってるじゃないですか、うん、コーナーとか、あのラジオだけ聞いてる方ってどういうこれはなかなかの鋭いツッコミですよね。それなんか結構この新人なんとかしてくれね。でも普通に疑問に思うんです。楽しんでると思うよ。そうですか。あのクリスタルっぽいなっていう、ちょっと捨てゼリフ的な感じもあるけどね。だから想像しながら楽しい。しょうがないなとか、ね。いやいや、みんなきっと多分今頃あのスマートフォン探してますよ。どこでやってんだろう。そうよそうよ。ね、そうなのよ。そうなってくれるとね。今そういうことなのよね。あのちゃんとしてればいいってことじゃないのよ。でこれ局に向けて言ってるの。まあ15年もやらせてくれてるんだから大丈夫なんじゃないの？ね。ね、今のとこ怒られたことはないんだけど。ね、あの辺がみんなあの潰してくれてる。まあいいじゃないですかって。なかなかの暴露ですけど。いや、ちゃんと貢献しておりますから、はい、もちろん、ね、あのいろんな方々にちょっと誰かちゃんと時間を見とかないと。あ、まあ、大丈夫ね。あの PA ささっちゃんがね、そう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 、バシッてね、曲がバンと流れたりね。もう終わってますよ、だってコマーシャル入ってますよとか言ってね。こうやってみんなでね協力しながらラジオやってるわけですよ。だからさ、もともとさ、もともとクリスタルラジオやってますとか言うけど、うん、TikTok みたいなことずっとやってる、ずっとそうなんです。2時間をずっとやってるってことだよね。だから最初はカナペのさ、TikTok やりましょうとかさ、こんな人呼びたいんですとかって言ったら、ね、何やってんのよとかって言ったけど、うん、ね、なんかやっていくうちに、あれいつもと一緒だなって。そうなんですよね。ちょっと気づいたのよ。だからやれるんじゃないかと思って、うん、本当にそこまで思って言ったの？もちろんもちろん。クリスタルならだから全然インスタと TikTok ってね、うん、もうどっちも配信いけるんじゃないかな、うん、普通にだってこうやって YouTube すごいじゃん、フレーザーみたいな。そうで、え、そうですか？そうですか？今度こういうか、ね、エレガント大使2じゃなくてプロデューサー2？ね、うわ、更新すごい、なんかもうやばいやばい、成長が早すぎてんだけど。でもそうしたら、でも繋がってますもん ね、うんうん、こう SNS で、そうそうそう、うんうん、で、山慶君の時に話したけど、TikTok だけやってる、 YouTube だけやってる、ね、みんなの勢いってすごいし、うんうん、だけどこっちとも繋がったらすごくいいし、うん、こっち側も、うん、あのそっちはそっちでしょうじゃなくて、絶対繋がったら面白いし、うん、幅も広がるし、うん、年齢層も広がるしね、うん、絶対いいと思う。なんかこれまで多分見なかった、うん、TikTok とかを見てない方も、そう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 、なんか見ていただけたりしたら、うん、面白いですよね。いろんな世代の方が融合したら楽しいかなと思う、はい、やれることも増えるしね、うん、こんなことをクリスタルはやって行くし、はい、やってます、はい、ね、あとでじゃあ、今度は40分ぐらいかな、40分ぐらいしたら今度はこんなに話しかけられないかもしれないけど、うん、やってる様子を TikTok ライブで流してみる、うんうん、それで、はい、終わった後にレストランの片隅で、うん、来月の、うん、あ、ゲストさんの、ここゲストさんの発表、うんうん、発表しちゃっていいの？いいね、あ、もう言っちゃってんだもんね。はい、本人は、はい、言われて、はい、じゃあお楽しみに。はい、じゃあ次は、ね、コマーシャル入らなくちゃいけないから ね、次はなるべく告知をしてからライブをするようにします。そうしないとだってやってるもやってないもわからないですよ。そうだよね、そういうとこあるね、私たちね。ずっとそんなんでも面白いけど ね、なんか日々何かに追われてますもんね。そう、みんながそれぞれが、みんながそれぞれが、ね、そんなことです。はい、では、はい、ラジオはコマーシャルに入ります。はい、ね、はい、じゃあまた、あとでありがとうございました皆さん。あ